皆さんこんばんは。今日は2021年4月の29日木曜日、時間は午前になりました。もう日付をね超えて、午前0時55分です。真夜中のね、12時過ぎて真夜中の、午前0時55分ですよ。ということで今日はね、あの連休の初日になりました。まあ一応ね今日が休日でしょ。でこれから大型連休ですよ。でもどこも行けませんよね。まあいろいろね、飲みにも行けないし、食事するとこも空いてないということです。ということでね、都会の皆さんもね、どこにも行けないと。もう大体、まあ都会だとお酒は出してないということ。まあ食事するとこだったらちょっと行ける、昼間のうちは行けるんでしょうけど、まあ、家でこもってらっしゃるということですよ。だからもう皆さんもね、まあ家でちょっと、まあ初日だから遅くまで起きてるかなと思いまして、まあ大体僕は夜中やるんですけど、まあそれで、まあちょっとね、先ほど、まあ動画一本上げまして、小室ちゃんのやつも昨日動画上げたんですよ。で、なんとか皆さんたくさん来ていただきまして、昨日っていうか一昨日になるかな、正確に言いますと。で、まあ広告使う、つくかなと思って、2万3000回か4000回ぐらい、再生したんで、いや、お、結構見てくれたなと思ったら、まだ広告審査中ということでね、0円です。ね、ただ働き、ね、いくら2万4千回見ていただいてもですね、小室ちゃんのね、話は危ないよということですよ。僕もギリギリのとこ行ってますんで。なんかね、小室ちゃんダメだよ。それ、アンタッチャブル。ね、ダメですよ。っていうふうに、まあ、ちょっとね、ダメっていうことはないんですけど、YouTube さんも、ちょっとそれを調べるまでに、ちょっと AI とか、時間がかかっているっていうことですね。今ちょっとね、小室ちゃん問題を扱いますと、ちょっと、やばい。やばいんですよ。ちょっとね、これ、ちょっと慎重にやりなさいよ、ということで。まあ、僕もね、まあ、中身を言いますと、その、あれですけど、まあ、僕はどっちかというと、眞子様が幸せになってもらいたいかなと、まあそういうのが心配しておりまして、老婆心というかまあそれですよね。まあそういうふうに、まあ、先ほども動画上げましたね。相変わらずまあ先ほどの動画も審査中で広告ついてません。つかないつかない、全然つかない。でもね、皆さんその方がいいんですよ。皆さんはですね、ライブで見たりとか、広告つかない方がね、もうスッキリしていいでしょ。俺も、ツイッターどうざいもんね。でも、まあ、僕も生活っていうことはないけど、この、通信費とかパソコン代とかかかってるもんですから。ねえ、まあ、その、ごめんなさいね。皆さんに見ていただくから、もう、ありがたいことにですね。0.0 何円という、まあ、あれで、1日、今日コーラとパン買えないかなとか言って、いや、無理無理とか、弁当なんか買えませんよ。ねえ、難しい。もうちょっと僕も頑張らないと。せめて昼ご飯のね、まあ、弁当でも買えるといいんですけど、なかなか厳しいとこです、これはね。YouTube って厳しいんですよ、結構。ねえ。でも、嬉しいことにはね、まあそういうことじゃなくて、たくさんの方がやっぱり見てくれるんで、それはなんかね、たくさん見てくれるんだって嬉しい。もう僕ね、ギター弾けたりやってたでしょ。ライブハウス行ったってすんですよ。でもね、行ってもね、10人とか15人とか、まあ昔の昭和でもやっててもそんなもんですよ。まあ、来てもらってね、20人とか。それから言われるとね、もう、感謝感激、雨あられ。ね。だから一生懸命やっております。もうね、それがもう皆さんのためにって思うと、ワクワクしちゃって。っていうことはないか。もう、じじいだからもうね、病院行ったりして薬飲んで、もう今日もね、筋弛緩剤とか、もう強いやつなんで、顔面神経麻痺でちょっと筋肉が固まってるよってことで、ちょっと薬飲もうかって言って、あれ飲むとですね、体がダラーンとなっちゃうんですよ。もう、先ほどもね、ちょっと、テンション俺低かったでしょあれ頑張ってね、ドリンク剤飲んであれくらいですから、ちょっとね、あれ飲むとね、ダラーンとしちゃうんですよ。こんにゃくっていう感じ。でもね、それじゃいけないということで、今ドリンク剤また飲んでやっておりますよ。で、今日ね、今日のこのニュースっていうか、やりますけど、これね、週刊文春の文春法なんですよ。で、まあ、書いてることはね、ただ、まあ、私的流用、この人は山尾志織議員がですね、
まあこれ衆議院議員の、まああの、議員さんでしょ？まあそうなんですけど、まあそれであの議員パスっていうのをもらえるんですね。この議員さんは。だから、あの、普通電車だったら、特急ま、急行特急までは大丈夫かな。日本全国、その議員パスがあったら JR 乗れるんです、ただで。ですので、まあ、都会とか東京にいましたら、どこどこ駅からこの議員パスパッと見せるだけで、もう JR の中入れて、で、移動もできて、まあ、駅ビルの中にあるとか、マッサージ店に行ったりとか、あの、やったりとか、まあ、ありますよね。まあ、自由に使えるわけです。まあ、大体、まあ、公務で使いなさいということなんですけど、まあ、公務で使いなさいって言っても、まあ、そこら辺がもうわからないんですね。仕事か遊びかっていうのも。なので、まあ、そこら辺はね、まあ、税金ですからということで。週刊文春の人に見つかっちゃいまして、それをこう言われるっていうのが今日の動画になりますが、ちょっとそこだけじゃないんですよ。その一番下のところにですね、皆さん覚えてますかね？あの、去年、ちょっと前にですね、この山尾しおりさんっていう議員の方と、倉持凛太郎っていうあの弁護士なんですよ。これやばいでしょ？僕もまたやばいとこ行ってますよ。やばいとこ。なかなかね、あの、相手弁護士ですから。まあそれで、当時としてはまあ不倫っていうか、それが、あの、文春とかいろんなのに乗ってですね、まあ不倫しているというか、バレちゃいましたよね。で、その時には、多分、両方とも、あの、旦那さんがいて、奥さんがいたんですよね。まあ、それから、いや、そういうことじゃない、不倫でもないと、ただ、いろんな、政策、それを聞くためには、弁護士だし、詳しいから、いろいろ書類を作ったりとか、まあ、それで、朝までね、そういうふうにいたりとか、そういうことですよ、と。違うんです、とか言ったけど、でも、もう、バレちゃって、不倫ということで。まあ、それでですね、まあ、自分の家庭に戻ったら、あの、旦那さん、奥さんいるわけですから。で、結局、まずくなりまして、山本さんも、多分、離婚した。で、この、ね、やっぱり議員なんですよ。この、倉持凛太郎さんっていうのは、元弁護士で、の議員さんです。で、それで、綺麗な女性なんですよ。真ん中に映ってるでしょ。あの、元キャビンアテンダント、アナの。美人さんなんですよ。またあの、ちょっとね、それは文春の記事と違うやつで、文春にはですね、この元奥さんの写真とか載ってますんで、ので、僕は調べて、この綺麗な人ちょっと写真見せますよ、後でね。文春はそれチラッと1、2行しか書いてなかったんですが、いや、ここが問題だろうってことですよ。大きな問題。で、結局それでですね、奥さんがいたっていうのは、まあ、で、離婚したというのまでも分かってたんですけどね、倉持議員が。まあ、そういうことで山本さんといろいろあったって、まあ、引き合ったわけですね。で、まあ、離婚するということで、その時に、まあ、ちょっとね、本当にえぐいのがですね、まあ、あの、不倫した時に、この奥さんが、なんか、脳梗塞かなんかで、実家に帰ってたのかな。で、実家帰ってて、まあ、療養中と。まあ、そこに、あの、山本さん入ってきて、そのベッドを使ったとかですね。それはちょっといけないでしょうということですよ。女の、ね、女性の奥さんのところのベッドに来て、よそのもんが、ねえ、よそのめその子が来て、その、それは他のホテルだったらあれですけど、自分のところに連れ込んでと。で、自分はね、病気の余地で実家にいると。まあ、そういうことがあったと。で、結局、まあ、馬があったんでしょうね。僕はもう、この元嫁さんの方が別品さんだと思うんですけど、この、なんか、まんじゅうみたいな、この山おしろ、どこがいいんだと、不細工なと、山おしろのまんじゅうみたいな顔しやがって、とかってね。なんか、よかったんですかね、夜のあれが。まあ、よくわかりません、この不細工のどこがいいのか。でも、まあ、二人は惹かれたということですね。で、まあ、離婚ということになって、まあ、奥さんとは離婚すると。で、まあ、半分ね、病気みたいなのもありまして、その、脳梗塞あったやつ。で、子供が2歳の男の子がいて、で、それも、旦那は弁護士ですから、して、この奥さんは、山尾さんを訴えるとか言ってたんですよね。で、訴える途中だったんですけど、まあ、離婚ということになりまして、今度は、まあ、いろいろ罵声を浴びせられたりとか、なんとかで、この旦那も言って、二歳の男の子の親権は、あの、この、ね、倉持凛太郎さんの旦那の方に行っちゃったんですね。二歳の男の子は奥さんには
親権が取れなかったんですね。まあ病気かなんか知らないですけど。で、それで、別れたと。で、今日初めてそのチラッと載ってたの、2、3行ですよ、チラッと載ってたのが。この文春に。そこが問題なんですよ。他のとか、銀髪のことはそんな大したことはないんですけど。で、それが、去年の10月に別れた後自殺して亡くなってると。ええー、ということでしょ。で、原因はあんたでしょと。ね、山伏より。お前だろ、原因はと。不細工な。ね、俺だったらもう、バツイチでも俺、大丈夫。俺だったら俺のとこに。俺がね、がっちりと受け止めて、まあでもそれがね、世の中うまくいかないんですよ、そういうふうにね。うん。まあ、原因はね、山伏よりということで、まあ、二人の火遊びから、まあ、まあ結局はその別れたわけですから、今独身同士ですよ。だから別に今は不倫ではないですよ。ね、独身同士になったから、元不倫であってね。それはもう今となっては何も言いをやれることはないです。ただ、まあ、議員パスを使って、まあ、その、ただですから、JR。それでいろんなとこ行って、結局、それで不倫に、まあ、不倫じゃない、不倫じゃない、ごめんなさい、これ。元不倫相手ですね。元不倫相手。今は、独身同士ですから、自由です。うん、それで、山本さんいろいろご飯食べて、で、結局は、その、密会をしてたと。倉持さんとね。いつも会ってた、デートしてたということで。まあこれ、独身になったわけですから、それのことについてどの子の言うつもりはありませんが、まあ、この指摘理由は、要はね、まあ議員パスであっても、まあ、自由なんでしょうけど、ちょっと、税金は税金ですから、そういうことにね、使うときには自分の、未税金を切りなさいよと、JR に乗りときでも、と。いや、公務だったらそれは構わないと。まあ、それは大きい問題じゃないんですけど、ちょっと、これをですね、読んでいきますね。わ、コメントを先に読みましたね。すいませんね。夜中来ていただいてありがとうございます。感謝しておりますよ。ね。ゆうさん、こんばんは。ね。始めましたから、前来たよね。多分ね。よろしくお願いいたします。ということで、ありがとうございます。OMG、OMG、お疲れ様です。ありがとうございますね。松木さん、ありましたね。って、ありました。この不倫問題ってのあったんですよ。その後、不倫って言われたのは、どっちも別れたんで、もう今度は不倫じゃないですよね。まあ、それはいいです、いいです。それはいいんですが、ただ、別れたやっぱり人がね、不幸になってたっていうのが、初めて、この27日に、27日か、それで分かったんですよ。この、週刊文春の記事で。で、それを見たらですね、倉持凛太郎議員のウィキペディアを見たら、初めてそれに追記でですね、奥さんが自殺していたっていうのが、ウィキに追加で書いてました。だから、今までそんな情報がなかったんですよね。まさかし、亡くなってたっていうのは、初めて出た情報でした。だから、ちょっとね、これの方が問題だろうということです。ね。えぐいということで。松木さん、議員の不倫多いですね。なんかその隠れて不倫するってのは燃えるんですかね。燃えるんでしょうか。こんなね、俺山を白い見た饅頭みたいな顔してやがってですよ。もう、どこの犬とかね、とことかね、もうそこ辺で盛りのついたようないい年しやがって、こんな不細工なね、仕込めっていうか、もう饅頭みたいな顔して、どこがいいんだと思いますけどね。俺だったら絶対ね、元の嫁さん大切にしますよ。もう、ものすごい綺麗じゃないですかね。でもまあ、これもね、嫁さんも綺麗な嫁さんもらってても、また不細工なやつがなんか、やっぱりこうよく見えるんですかね。不細工なやつはまた、タデ食う虫も好き好きって言いますからね。なんでなのっていう。まあ、それがよく世の中わからないとこですよ。まあね、議員パスで彼女に会いに行って、そうです、そうです。まあ、小学さん、そうなんですよ。その、まあ、彼女っていうかね、じゃなくて、これ、彼氏に会いに行ったんですよ。この山押しよりですよ、3日ったのは。山押しよりが、まあ、ふらふらしましてですね、しょっちゅうあれして、議員パスで、他の駅から中に入っていって、エステに行ったりとか、マッサージに行ったりとか、もし普段からそれ行ってて、で、最後にはですね、この、男の方の家に行ったってことですよ。これ、彼女に行ったんじゃなくて、山押しよりが積極的ってことですね。若いツバメに積極的。だから、もう、ターゲットと決めたらね、もう、自分も離婚してますから、一人もんですから、今ね。山押しよりの行動力といったら、やっぱりこう、まだまだなんかこの、あれなんですかね。下半身の方がまあ元気っていうか、何なんでしょうかね。よくわかりません、僕は。
普段仕事してたらなんかムラムラするんでしょうか。男だったらわかりますよ。なんかあっち行ったりこっち行ったりとかやって、だからまあね、この泥棒猫って今言いませんけど、この盛りのついたこの泥棒猫とか昔言ったんですけど、今言う人いないですからね、この泥棒猫とか言わないんでしょ、今の人はね。昔はこう笑い話で出てましたけど、この泥棒猫、泥棒猫ですよ、この山尾将棋ね。今はもう独身ですからいいですけど、まあ不倫の時はちょっといけません、いけません、そういうのはね。でももうやっぱ寂しいのか何なのかよくわかりませんね。まだまだ盛りがついてんでしょうね、よくわかんない。これはなんかこれ妖怪かなんかついてるんじゃないですか、なんかなんかなんか悪い妖怪かなんかがですね、なんかエッチな妖怪が後ろについてるんじゃないかな、そのしおりさんは。ちょっと普通じゃない、あれだけ叩かれてて、あれだけ言われててですね。ああ、でもなんか引き合うもんがあるんでしょうか。これもね、またお花畑ですよね。あの、まこちゃんと一緒で。もう、ああ、やっぱりそうか。なんか普通、俺男の方がね、やっぱオス猫とかオスがメスについていって一生懸命っていうのがあるけど、最近は何ですか、女性の方がこの積極的なんですか。なんか草食系とかなんとか言いますけど。女の方がなんか肉食系なんですか。ちょっと、ああ、そうか、わかった。女の方が自分で魅力がないってわかってんだ。だから男の人をこう追いかけていくのかな。よくわかりませんね。まあ、魔女みたいな顔してますから、なんか言うんですけどね。まあ、これが美人だったらですね。もう俺らね、猫まっしぐらで女のメス猫に行きますけど。よくわかんない。ねえ、まあ、奥さんがね、そう。そうなんですよ、マコさんね。ねえ、マコさん、奥さんがね、オンゴルしちゃってひどいって、また子供まで取られちゃって、だんだん親権を。だからもう本当に辛かったんじゃないですかって、自分もなんかほら、元 CA の美人さんなんですけど、ちょっと脳梗塞かなんかでその病気になってたということですね。また病気になってた時に、自分のところに入り込んでいって、自分のベッドで、ああ、なんとかっていうのはもう許せないということでしょう。外でやってこい、外で、ということですね。引き込んで自分の。ね、やっぱり奥さんの城に入っていってですよ。そこでどうのこうのってはちょっと許せないですよ。お前は外でやってこい、外で。ホテルでもなん、あ、ホテル使えないのかバレちゃうから。ね、奥さんが病気なので家を空けてて、それをいいことに。うん、ね、野望じゃないですか。倉持の野望。やっぱ何ですかね。なんか、大きい、高い山には登りたいっていうのが、よくわかんないな。ね、本物の紳士を目指す、昇竜拳。あ、この間もありがとうございます。元奥さんは、有名人って、有名人じゃないんですけど、かなりの別品さんということですね。アナっていうね、そのキャビンアテンダントで美人の人。後で写真見せます。これは、文春とかには載ってないですから、別のとこ探して見つけましたよ、それ。バリッ。パチッと塗ってるとこ。他のとこはね、なかなか見つけても出てこないよ。僕、時間かけて見つけましたもん。ゲスですから、僕もね。顔見て、どんな人だろう、美人かなと。すっげえ美人だっていうのは、スタイルも良くて、というね。なんで俺のとこ来てくれないのよ、もうね。女検事とか裁判官って相当モテるらしいです。あ、なんか冷たいところがなんかキュンとくるんでしょうかね。マコンさん、若いツバメね、ただのバカ女のバカ、もう、次のね、今度9月ぐらいに選挙ありますんで、これ、ね、衆議院議員ですから、山尾氏より、山尾氏の関心、もう早く落としてと思う、こいつ、ね、なんかいろいろ、なんか政党を渡り歩いてますけど、マコンさん、式場、あ、そうそう、式場令がいるんですね、ついてるんじゃない、もう絶対なんかね、そういった式魔とか式場令がね、これついてると思うんですよ。いい歳してっていうかね。まあ、あれだったらですよ。男の人が、うん、自分のとこに来るとね。いやいや、やめてよ。とか言って、来るんだったらまたわかりますけど、もう自分から行くんだからね。うん、ね、有能な霊能者に払ってもらったら、そうそう。ね、大山根津の子とか、あ、ね、行ってみたら、それとかね。そうね。エスカ学会でもいいじゃないですか、その、ね、京都を組めるから、選挙で。プラッシュ、パーラッシュさんから、すみません。はじめまして、こんばんは。えぐすぎ、常識がない議員は、勘弁、勘弁、うん、勘弁して、ね。
丸田さん、あ、この間も来ていただいた。ね。これは、北郎さんの目じゃないのかな、父ちゃんじゃないのかな、これ。よくわかんないな。ありがとうございますね。最近女性の活躍が目覚ましいですね。うん。山尾、小室母、ドンファンの奥さん、皆さん。うん、だからね、野望っていうか、やっぱり、そうね、女性の人でもやっぱ、すごいよね、やっぱり、こう、女性強いですよ。まあもちろん昔から本当はね、今ほら、男性がどのこの女性って言いますけど、大体母ちゃん強いもん、昔から。結婚したらね、父ちゃん尻に敷かれてるのに、大体のとこは、大体のとこですよ。大体のところはね。まあ、ぶたたいたりする旦那もいますよ。でも、大体お母さんとかが、まあ、ある程度、家庭の中では、尻に敷く方が幸せなのかな、というふうに思ってました、僕もね。ドンファンの皆さん、もうドンファンですから、今日ね。だからほんとね、猫猫さん、山尾しおりは、猫泥、泥棒猫。ね。そう、今のね、この泥棒猫、このっていうのは昔、昔古いドラマでは出たんですよ。でも最近言わないでしょ？なんか若い子がどこの泥棒猫とか言ったら面白いのにな。なんかもう最近だったらね、一番新しいやつは昔のファンタの CM？ それパロディでこの泥棒猫っていうのがありましたけど、キーとか。最近言わないもんな。なんかあれ言ってるの見てみたいよね。この泥棒猫っていうのね。面白いんだけど、そうするとね。うん。あと、ギャフンと言わしてやるとか、ギャフンって言ってるやつ聞いたことないですもんね。あ、ギャフンって俺言おうかなと思ってですね。今度はギャフンと言わしてやるって、最近ギャフンって言うやついないよね、と思って。だから俺も困った時やったらギャフンって言ってやろうかなと思って。ねえ、もうどんどん死後になっていきますよ。ねえ、常識がないギャーね、本当に。そうそう。本物の新書を見た勝利券、元奥さんに覚えがあるんですが、児童養護施設出身の苦労人、そうですか。そうかもしれない。じゃあ、児童養護施設出身の苦労人で、元 CA でテレビで何度か拝見したような気がします。もうね、タレントさんみたいな綺麗な人です。後で見せますね。これ動画っていうかね、画像がみんな遠慮して載せてなくて、やっとの思いで見つけました。それ全部見せます。これ、まだ出てないですよ。みんな今探してます。どんな奥さんだろうって思って探してるんですけど、みんな探しきれないんですよ。ところが僕はゲスでしょ。ネットで長いじゃないですか。もう見つけるの早いんですよ、僕は。ね、ゲスだもん。だって、見てみたいって。どんな美人、お！もうそっと押すぐらい美人でした。もう、こんなことなら、離婚してでも俺ね、受け入れてやるのに。シリアじゃなかったかな。まあ、元ね、でも、弁護士から俺のとこには来ないよね、じじのとこには。もう、マコンさん、大山ネズは怖すぎるね。ユミコさんね、人の心がわからない人に国を任せたくない。その通り。ね、マコンさん、人間資格美人。そう。ね、中村徳子さん、こんばんは。ありがとうございます。先ほども来てもらいました。美人。もうね、僕はもうちょっとこれ見て生きてるんだったら、と思いましたよ、これね。ちょっと病気であってもね、もう僕だったらちょっと大切にしてあげたいと、ちょっと思うようなね、ちょっと女性でしたよ。ああ、そうですか。やっぱり、そういった、養護施設の出身で苦労したのに、かわいそうに。まあ、かわいそう、本当にね。もう、やっぱり世の中ってそんななんですかね。本当に悪い奴だけ、これね、俺、昔から思うんですよ。こういう奴はいつかね、お天道様が見てて、罰が当たるよと、ね。昔ザトイチもお天道さんって言ってましたけど、やっぱりそういうとこってあると思うんですよ。神様どの子だって、やっぱり誰かが見てると、ね。罰が当たるよ、こういうやつはね。というところなんですね。ちょっとこれをですね、じゃあ、週刊文春のことをちょっと見ていきましょう。この山尾しおり議員ですね。これ、漢字で書くから読みにくいでしょ。だからもう選挙に出るときは、平たくしてっていうか、ひらがな使いますよね。山尾しおりと。ねえ、これ、昔は他の大きいところにも いましたけど、いろいろ変わりましたね。まあ、一応は、私的理由ではあんまり良くないんですよ。まあ、それ、私的理由よか、仕事の疲れを取りに行ってマッサージに行ったんだって言えば、もちろんそれは使っていいですし、まあ、その流れで彼氏のところに行って会うっていうのも、まあ、そんなね、大したっていうことはないですけど、JR のことだから、まあ、いいはいいっ
かもしれないですよ。でも、まあ、これを見つけたのは、厳密に言うと、これ、国民の税金でしょうということですよ。まあ、税金でやってるわけですから。まあ、それで、この文春法ということなんですよ。ただ、一番ケツのところが大事って、これはそんなにね、まあ、僕は大きな問題じゃないと思うんですけど、ね、山尾志織議員パスを使って、不倫報道、元不倫報道ですね、の倉持弁護士と、まだ繋がっていたということですよ。でもお互いはもう離婚したので、今ではね、不倫じゃないでしょうと、その通り。もう自由恋愛です。それはもう仕方ない、仕方ないというか、それは自由なことです。ただ、まあ、それに、週刊文春とすれば、一応国民の税金で、仕事のための議員パスってことでしょうが、ということです。それで、自分たちがね、エッチするために、会うために、それで使ってんのということで、そしたら、文書で出して、それは質問はと言って。でもこれね、痛いですよ。これから9月になって、この衆議院議員選挙を行われるわけだから。これいい写真使ってるよね。これもっと不細工なんですよ、この人。でも、ちゃんといい写真使ってくれてますね、これね。国民民主党。まあ、いろんな民主党とか、いろんなとこ行ってます、この人ね。で、今は国民民主党の山尾志織衆議院議員46歳。ね。今のうちにね、やっぱ、っていうのが、なんか、式間っていうか、なんか式場の、なんかね、お祓いしないと、なんかついてんでしょ。にゃんにゃん言ってるんじゃないですか、夜中に。ねえ、まあ、ね、夜なく猫と一緒ですよ。なんか、オスを、にゃーにゃーとか、喧嘩してるじゃないですか、またオスが。ギャーとか、昨日も、うちの中でね、野良猫が喧嘩してましたよ。あれ、メス猫を取るのにギャーギャー言ってたんじゃないかな、あれ。猫の喧嘩。もううるせえな、世の中にっていう。まあ、春だから、今、春ですので、猫もね、まあ、やりますわな、そんな、オス同士でメスを取り合うわけですけど。ね、46歳、ね、国会議員に付与される特殊乗車券、いわゆる議員パスの不適切使用を重ねていたことが、週刊文春の取材で分かったということで、あれ特急までだったかな、急行かな。とにかく日本全国どこでも行けます、あれ、ただで。今はもうどこまででも特急券で行けるんじゃないかな。飛行機は、エコノミーっていうか、それだったら、多分何回かまではもう行けるんですね、自由に。それも国会議員ですから、いろんな視察を行ったりとか、そういうことがありますんで、それは、議員パスっていうのがあります、交通にね。で、JR はもうどこでも、乗れるんじゃないですか。寝台はもう今ないからね。いくらか出してっていうのは昔あったんですけど、今もう特急まででも乗れるんじゃないかな。あれも乗れますよ、多分。なんか指定席グリーン車というか。あれも乗れます。楽に行ってね、いろんなとこを見に行かなきゃいけないっていうのがありますから。政務調査とかいうのがありますからね。国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律に基づき、すべての国会議員に付与されている議員パス。一般的に選挙区内の移動や公務出張の際には、新幹線特急、指定を含む JR 全線を無料で使用できる。ね。もう、これ、ねえ、これ新幹線とか、指定を含む JR、新幹線の指定席とかですね、グリーンとか、それ全部乗れるんですよ。もうどこでも行けると。俺ね、これ、明日からお前にね、これパスやるよと言われたら、俺どうしよう。北海道まで JR てっちゃんで行こうかな。なんか、ぐる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 回るんですよ。で、早く行きたい時には、結構ね、新幹線だったら早いですから。なんか、俺だったら全国立ち食いそばの旅。あれをやりたいな、ただでくれるんだったら。ね、山尾氏が議員パスを不適切に使用していたのは4月3日土曜日のこと。最近じゃないですか。最近またね、チューチューしてやっちゃったのね。4月3日土曜日のこと。山尾氏はこの日午後2時半頃に三鷹駅の有人改札から議員パスで入場し、吉祥寺駅を議員パスで出場。駅ビルのマッサージ店で1時間ほどの施術を受けると、再び議員パスを使って入場し、中央線から山手線に乗り換え、恵比寿駅で出場したと。駅ビルで惣菜を買い、近くのラーメン屋で小腹を満たすと、酒屋に立ち寄った山尾氏、今大丈夫なのかな ?4 月だと、8時までは大丈夫だったかな、立ち寄った山尾氏。その後、タクシーに乗って向かったのは、勝手不倫が、週刊文春に報じられた倉持健太郎弁護士の自宅だったと。ああ、
そのね、前も不倫の時もそこに行ったわけです、自宅で。奥さんがね、その病気でいない時にそのベッド使ってっていう。もう奥さんはもう離婚していますんで、まだ子供は親権持ってますから、この自宅に、2歳の子ですから、もう3歳ぐらいになったかな、いるわけですね。まあ、おとなしくなんかいるんでしょうけど、でも、そこに向かって、まあ、ベッドがあると言ったら、元奥さんが寝てたとこかな。まあ、いろいろそんなリアルに考えたくない、考えたくない、ね。まあ、これ写真が載ってますよね。このパスにも、ちょっと文春が、ね、ずっと追いかけていたわけです。で、結局は、彼氏のとこに行ったと。今はね、不倫じゃないですよ。今は独身ですから、二人ともね。離婚したから、二人とも。ダブル不倫だったけど、ダブル離婚した。ダブル不倫で、あれだったけど、ダブル離婚しちゃったということですよ。でもまあ、今自由ということですね。まあ、写真撮られまして、山牛は、この日以外にも4月10日土曜日。あ、土曜日が多いんだな。あ、4月17日土曜日。あ、週末を楽しんだわけですね。マッサージや買い物など、プライベートを楽しむ目的で、銀パスを不適切に使用していたという。まあまあ、それはあるでしょう。まあ別に、ね、まあそれはいけないことですけど、まあそこまではないかなと、まあ思います。で、不適切なことではないというふうに、この人は山本さんは言っておりますね。まあ、仕事で疲れたんだからいいでしょうということで。まあ、そう言われればそうかなと。まあ、それは大きい問題じゃないですよ。僕にとってはね。まあ、税金ですけど。4月25日、都内で山牛を直撃したと。お買い物やエステに行かれる時も銀パスを使用されていることを確認しているのですが、ごめんなさい。全部紙でいただけますか？この紙でいただけますかというか、質問の内容を紙で私たちの事務所に送ってくださいと。国民の血税ですので、と。全部紙でいただけますか？もう、ね、これがもう全然受け付けないですよね。この人も気が強いから。改めて山本事務所に事実関係の確認を求める質問状を送ったが、以下のように回答した。法規に乗って、対応しておりますってことで、まあということでしょうね。まあそう、うん、まあそういうことでしょう。まあいいやということで、これがその倉持凛太郎弁護士ので議員でありますね。まだ若いですよこれね。まあこういうふうにはあったわけですね。まあ政治倫理に詳しい神戸大学の上脇博之教授は次のように指摘する。議員パスを利用できるのは公務出張などの職務の遂行に資するときのみです。マッサージや買い物、交際相手との面会など、私的に使用すべきではありません。実際、使用に際し、疑義が生じた場合には、公人としてきちんと説明責任を尽くすべきですと。もちろん税金ですからね。そら、10円、20円と言ってもダメですよ、それね。議員パスをめぐっては2009年に当時の鴨池、これ、河野池。あ、これ、なんか、なんとかやって委員会とか出てくる人やね。あ、河野池義忠、ね。河野池義忠っていうらしい、どこまで行って委員会とかなんか出てるよ人ですね。2009年に当時の河野池義忠官房副校長、副長官か。これそういうことしてたんだ。愛人女性との熱海旅行に利用していたことが発覚し、ああ、有効に使ってますね。河野池さんっていいお年ですけど。ああ、10年前って言ってもね、結構いい落としです。愛人女性との熱海旅行に利用していたことが発覚し、官房副長官を辞任したと。ああ、ね、私はこれで辞めましたって小指で出してと。議員特権として国民からの批判も大きいだけに、山本氏には透明性のある説明が求められるということで、やっぱりこう言って指摘利用すると、河野池さんも辞職するしかなかったんだ。やっぱり良くないですよ、そういうことはね。やりたいだろうけど、その手元にあるからね、使っちゃったらただと。なんでみんな人間ってこんな風にね、ただだったら、ただほどあれだって人を利用したりとかやるんでしょうか。で、ここまではいいんですよ。これ、いいっていうかもう大きい問題じゃないんですよ、その僕にとってね。ここですよ。4月27日火曜日16時配信の週刊文春電子版。そうですね。と、28日、まあ、日付の今日になりましたよね。まあ、28日水曜日発売の週刊文春では、山尾氏の議員パス不適切使用の
詳細に加えて山尾氏と倉持氏の現在の関係、そして倉持氏の前妻、ここです。英子さんが結婚後昨年10月自殺していた事実を報じているということで、結婚後じゃなくて離婚したんです。離婚後にね、寂しくなってという、でもそういったその施設出身で頑張って勉強も頑張って、アナですよ、アナね、アナのキャビンアテンダントになって、美人ですよ。でも相手がね、まあその弁護士ということで、この卵の腰に乗ったかなと思って結婚したら、こんなね、まんじゅうみたいな不細工な女と不倫しやがってって、ね、また子供の親権まで取られちゃってっていう。まあそこ、ここです、ここです。僕が言いたかったのは。で、これでね、どんな人なんだろうと。これ名前も載ってないんですよ。で、みんな探してるんですよ。どんなって言って。で、倉持議員嫁の顔とかなんか、なんかいろいろね、検索してるんですけど、たどり着かないんですよ。俺時間かけて探しました。この人、ビッピンさん、この人。今から見せます。これ、一般の人がちょっとブログで載せてんですよ。で、まさかこんな美人とは思わなかった。で、倉持凛太郎前妻の顔画像が美人と。元 CA 嫁自殺。息子を奪われた人生の末路。この親友の方が告白しておりますね。文春ということで。まあ、この写真は文春には載ってんのかな。ね、これちょっと見ますか、ほら。ね、生き生きとしていい笑顔でしょ。ね、まあ、俺だったら山尾潮君、しおりみたいな不細工な仕込みみたいなやつは絶対選ばない、俺ね。気が強そうだし。ね、いい顔ですね、可愛いして。ちょっと読んでいきましょうかね。倉持凛太郎弁護士の前妻が、倉持凛太郎弁護士と山尾しおり議員の衆議院議員の不倫が原因で自殺していたことが文春オンラインので明らかになりました。倉持凛太郎弁護士の元嫁の顔画像や、倉持凛太郎弁護士の元奥さんの親友から生前の様子について迫りましたということですね。まあ、目次とすれば、倉持凛太郎、ね、議員、まあ、前妻の顔画像、ね、元 CA で美人。プロフィール、倉持凛太郎議員のプロフィールはね、豆男。まあ、これ、落とすまでは豆男ってことですね。倉持凛太郎、弁護士、元嫁。息子のいない人生は生きる価値はない。2歳の男の子がいたんですけど、その親権取られちゃったということですね。倉持凛太郎弁護士、元妻にシーツ洗ってきた。これ何なんでしょうかね。ちょっとエグいのかな、ちょっと。今から見ていきますよ。これがですね、倉持凛太郎前妻の顔画像、元 CA で美人。文春オンラインで、倉持凛太郎弁護士と国民民主党の山尾志織衆院議員が不倫関係を継続していることが報じられました。国民民主党の山尾志織議員は、議員パスを使って倉持凛太郎弁護士の自宅へ密会を重ねていったことが明らかになっています。元はね、この奥さんの二人の城ですよ。それ追い出されちゃって、子供だけやれてね、自分だけ追い出されちゃってね、ちょっとまあ病気に自分が、脳梗塞がなって家に、実家に帰っていった隙にね、その、連れ込まれちゃって、悔しいでしょ、そら。で、発覚したら離婚だでしょ。で、なんだかんだもうね、文句を言われまして。で、結局、訴えてやると。奥さんも言ったわけですよ。じゃあ、私も、あんたは弁護士だけど、別の弁護士ありして、山を知るとあんた訴えるわよ、というふうにちょっと訴えることもしてたんですけど、結局、なんだかんだやったらですね、まあ、親権を、子供の親権取られちゃったと、やっぱこの、弁護士ですから。で、子供はなく、もう、自分の手元ないので、で病気も、後遺症もあるだろうし、で、かなりガックンと来ちゃったんじゃないですかね。実は倉持凛太郎弁護士と山尾志織議員が不倫していることが報じられたのは2017年の週刊文春。まだ続いてたんですね、4年も。倉持凛太郎弁護士は山尾志織衆議院議員との不倫が原因で前妻の女性と離婚していますね。こいつ、こいつ。こいつのせい。山尾志織のせいですよ。
ね、こいつがいなければ、ね、なんとか幸せだったのにということでね、お邪魔虫っていうことですかね、ゴキブリみたいなやつですね、まあ、ね、離婚してますということで、実は倉持凛太郎前妻ですが、文春オンラインによる2020年10月に自殺していったという衝撃の事実も明らかになりましたと。あ、ね、だからもう去年の10月でしょ。それがちらっと一行載ってて、びっくりということですよ、昨日。で、それで、いきなりですね、旦那のウィキペディア、それに追記で書いてましたよね。あ、それまで隠してたんだと。びっくりしました。これちょっと見れますかね。これ文春のやつですよね。山尾詩織の不倫弁護士の妻が、前妻ですね。前妻。もう一回離婚してたわけですが、自殺していたと。ね、今もワインを手に倉持弁護士の自宅を訪ね、深夜まで過ごす山尾議員。だが子供の親権を奪われ、離婚した妻は昨年自ら命を絶っていたと。なんだよということで、ワインを持って、二人で、なんかね、元奥さんがいたとこですよ、そこの実家って。家を建てたでしょうからね。ちょっと許せんなっていう。まあ、倉持、凛太郎議員か。嫁とか、倉持凛太郎弁護士の元嫁はどのような女性だったのでしょうか。倉持凛太郎弁護士の前妻の情報でメディアにより明らかになっていることをまず簡単にまとめますと。倉持凛太郎弁護士の前妻情報。2017年の8月半ば、倉持凛太郎弁護士の元嫁、妻の英子さんは、左脳ですね、左脳大脳動脈錯狭窄症、うん。左脳の大脳動脈狭窄症。あ、うん、動脈があるところの狭窄になって、血管が小さくなって発症というところですから、だから血流が上がってくると、それがピチンとね、切れちゃったりしますからね。そのまま放置すると脳梗塞の恐れがあるため、倉持凛太郎弁護士の勧めでね、息子と一緒に実家で療養していたと。まあ、あれだから実家でね、子供と一緒に、療養してきなさいと。で、まあ、通院でもしてということでしょうね。まあ、無理すると言っていけないからって。入院したわけじゃないんだね。で、家に帰ってきなさいと。倉持凛太郎弁護士はもともと婚約者がいた。あ、こいつもね、なんか怪しいやつですね。もともと婚約者がいたが、倉持凛太郎弁護士は元妻当時 CA、キャビンアテンダントと出会い婚約破棄し、結婚した。できちゃった子。ん？もともと婚約者がいたんだけど、まあ、キャビンアテンダントとしては元妻ですね。この亡くなった人と出会って、そのまま婚約破棄をしたと、前の人とはね。で、できちゃった婚だったので、ということで。まあ、こいつもあっちこっちする男ですね、これも。KK 君と似たようなもんですね。あっち行ったり、こっち行ったりとか。ね。あっちがダメなら、こっちがダメ。で、早く前のやつを捨てちゃって、新しいやつが、可愛い子ができちゃったんで。それではもうできちゃった婚だから、前のやつ捨てて、ということですね。まあなんか弁護士を目指すやつってなんかこういうやつが経験みたいに多いんですか？なんか文句ばっかり、弁論ばっかりなんか立つっていうやつですね。もう本当に。できちゃったコンっていう。で、倉持凛太郎弁護士と倉持凛太郎弁護士の前妻は2017年11月に離婚成立ということで、まあ3年ちょっと前ですか？離婚成立。まあこれ、だから二人で山尾詩織と不倫したから、もうそれで頭来ちゃったんでしょう。で、それも家の中に連れ込んでたことがあったということです。そこの自宅に息子と行ってですね、息子にと、じゃあ自宅ってか親のとこで療養しとけというとこで、それで密会を自分の家のベッドでやってたわけですから、それはおっさんもびっくりしますよね。家に連れ込んだのかと、自分が病気でありしてる時に山尾詩織が連れ込んでという。まあ、それで頭に来ちゃったって、離婚成立ってことですね。倉持凛太郎弁護士が息子2歳の親権を持ったって、離婚するときに、だから、親権が欲しかったんですね、奥さんは。まあ、それが取れなかったと。いうことで、子供取られちゃったわけですよ、息子。もうショックと。
病気もショックだけどね、それもショックと。で、倉持凛太郎弁護士の前妻は息子の親権を争ったが、倉持凛太郎弁護士の前妻に病気、ね、先ほど言いました左脳大脳動脈狭窄症があることを理由に親権を取ることができなかったと。どうせ病気だから、いつまた入院したりとか、その血管が破裂したりしたら子供のあれができないでしょう、小さい子供がということで、だからお金も旦那だったらあるしということで、で親権を取ったということですね。またそのまあ、この弁護士ですから、この人で。ちなみに倉持凛太郎弁護士の専門分野は離婚とね、プロですから、離婚のプロ、絶対に自分がやってたね親権を渡さないと、そういうことでガチガチにやっぱりね、理詰めできますから、相手の弱いとこも知ってますでしょうから、奥さんの、まあそこでやっちゃったわけですね。もう絶対なきゃお前には息子は渡さないと。倉持凛太郎弁護士の前妻は、週刊文春が山尾志織議員と倉持凛太郎弁護士のダブル不倫について報道があった以降にメディアの取材にも複数回応じています。ね。まあ前の奥さんですね。もう腹が立つと。その際の倉持凛太郎弁護士の長えな前妻の顔画像がこちらですと。こういうことですね。まあこれ、最初はね、テレビにやるときには、まああの、顔は出さなかったんですね。まあいろいろワイドショーに出て、最初はね、これね、主人の勧めもあって治療を療養のために実家に帰っていたと。帰っていた隙に連れ込んでいたと。まだこれ結婚してる時ですよ。許せませんよね。もうやるんだったら外でやってこいよと、ホテルでも取ってと。家にね、自分のこの一応奥さんのお城ですから、それはダメですよ。許せません。それだけは、あの、旦那やっちゃダメなことですよ。もうそれはね、自分の一応結婚したお城なのに、そこには愛不倫愛ですよ。これだけはちょっとね、いくら俺でもできません。ね、外で。いきます、いくら、あれだってもさ、許せない。まあ、ちっちゃいお子さんですよ、ほら。ね、男の子がいて。まあ、それで、これはまあ、ちょっと顔出してなかった。まあ、スタイルいいですよね。まあ、倉持、まあ、凛太郎ね。倉持凛の前妻は、元 CA というだけあり、すらっと細い足やモザイク越しでも美人であることはお分かりいただけるのではないでしょうか。でも次は坊主ナイフがかかっておりません。倉持凛太郎、もう投げやな。倉持は、前妻の方は残念ながら自殺で亡くなっていらっしゃる一般人の方ですので、モザイクなしの顔画像を掲載することはできませんが、倉持の前妻の顔は元 CA でタレントとして活動している。あ、これ違うんだ、じゃあ。ごめんなさい、ごめんなさい。ね、あれね、じゃあダメか。ダメだね。だ、これに似ているってことなんだ。松尾智恵さんに非常に雰囲気が似ている美人ですと。あ、ということはですね、後でちょっとサムネ変えます。ね。ごめんなさい、ごめんなさい。もう、これ、似ているってことなんだ。あ、俺もね、やられちゃった、これ。ね。この人に似ているってことですよ。ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっとね、嘘を言うとこでした、これ、私もね。この人に似ているってことです。似ているってことですね。ちょっとあれ、サムネイルね。ちょっと、ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっと。もう今、出ちゃった分もありますけど。まあ、それちょっとね、許してください、後で。ね。お詫びして訂正いたします。これ生放送なのでね、今まで出たサムネイルはちょっと消すことが、動画中では消せませんが、一応ね、画像のサムネは変えておきます。で、ちょっとこれからちょっと映せないな。まあね、いいや。松尾、まあこの人に似てるってことですね。うん、そういうことね。まあ、倉持凛太郎ということで、これのプロフィールになります。これね、面白いこと書いてますよ。倉持凛太郎、出身地東京渋谷区、ね、生年月日は1983年1月16日38歳。所属は第二東京弁護士会、専門分野不倫。あ、これ冗談か俺思ったんですよ。この、専門分野不倫っていうのがね、これ冗談と思ったんですよ。あ、なるほど、なるほど。これは、あの、弁護士としての専門分野が不倫なんだ。ああ、なるほど。で、不倫で不倫なんだ、自分が。もうちょっと笑っちゃいますよね。
性格倉持凛太郎弁護士の前妻横さんは文春の取材に対して、以前倉持弁護士はとても誠実で浮気などするような人ではない、倉持はとても真面目な男だったと話してますね。まあ、目標政治家になりましたよね。まあ、なること。一回またのかな、この人ね。そういったことです。ああ、なるほどね。うん。ああ、まあね。息子のいない人生は生きる価値がないと。連邦さんや辻元さんは年齢が上すぎるので、自分の相手ではおかしい。山尾さん40代でいい年齢なので、相手として作られてしまったんだ。だから嘘なんだ、と。ね。不倫じゃないんだ、というなとこですよね。でもこんな風にちゃんと撮られてるんですよ。倉持のマンションに二人で向かっていくとこね。シティホテルであったと。恵比寿のレストランでもあったと。ねえ、リン君、塩ちゃんって言ってたらしいんですよ。まあ、これはね、パピーとジェニーちゃんと一緒で、まあ、みんな言うんでしょうか、こんな風にね。塩ちゃん、リン君という風に言うんでしょうか、なんか。僕はそういうあれがないからな、楽しいんでしょうね、そういった二人だけの、ね、インゴじゃないですか、二人だけの、なんか、っていうのは、仲いいっていうあれなんでしょうかね、うん。ああ、そうかそうか。まあ、こういうとこですね、まあ、うん、これなんでしょう、さっきちょっと気になったんですけど、倉持がシーツ洗ってきたと、これ何なんでしょうかね、日本最大難関資格の弁護士資格を持つ倉持さんね、当然だから凡人ではありえないほどの IQ の持ち主、インテリ男子であることは間違いありません。しかも不倫弁護士であった倉持さんね、数々のクライアントの不倫案件を取り扱ってきたのに、なぜか受講学習はできてなかったです。うん。お前は自分のね、東大元暮らしだろうということですよ。お前自分のこと見ろよということですね。倉持さんの前妻に結婚して、この方、洗ったことがないシートを洗ってきたと LINE したり、結婚式のウェイカムボードを捨てていたりと、あまりに不自然な行動を繰り返していましたと。おー、なんだろう、その LINE で、自分でもシーツを洗ったよとか、まあ、昔の結婚式のウェイカムボード、もうそれ捨てたよと、ね、別れたからと、しおりちゃんが、ね、しおちゃんが大切だからということなんでしょうか。弁護士でありながらね。ああ、不倫は、今は不倫じゃないですけど、4年前ね。4年間いろいろ会ってたということで、現在は、ね、離婚後シングルの身とはいえ、まあ、未だに山尾志織議員と繋がっていて、しかも相手の山尾志織衆議院議員に議員パスで通わせているなんて、正直自分の身辺は穴だらけ。ね、あんた不倫専門でしょうかと。まあ今は不倫じゃないよって堂々と胸張ってるんでしょうけどね。あ、すいませんすいません、そういうとこでね、ちょっと僕もフェイクニュースになってしまうとこでしたので、これに似ていると、これが、ここは本物ですよ、ここは本物、顔が映ってないとこ、これ本物ね、モザイク映ってますけど、なんか美人でしょ、これ本物、これも本物で、それからしたら違いますね。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、もう申し訳ない。だから、ちょっと最初に僕のサムネイルか、とこに、ちょっと真ん中に映してましたが、あれ、似ているっていうだけです。ごめんなさい。で、これからですね、また後でサムネイルを作り変えます。ちょっと動画中のやつはもう、ちょっと消すことができないので、もし、できたらモザイクかあそこかけようかな。多分できればですね、できないかもしれない。それモザイク、あれ、かけれないんですよ。一回直近するとね。なので、ちょっとあれですけど、まあ、ちょっと考えます。それと、最初の、あれはですね、ちょっと作り変えます。また、サムネ。ごめんなさい。じゃないと、ちょっとまたね、また嘘を書くとちょっといけないので、これは本物。これは本物ということですね。もうちょっとね、先ほどのサムネはちょっと使いません。ちょっと使うとね、また、ここにしとこうか。このにしとこうかね。これにしときましょうね。これにして、ずっと話していきます。それだったらちょっと問題ないのでね。問題もあるんですけど、まあ半分問題はないということですよ。コメントに戻りますよ。コメント読んで、もう生放送ですね。まさかちょっと違う人と思わなかった。これごめんなさい。コメントを読むためにはこうやって、これだ。ある程度のとこ
もう残ってるとこだけ読みますね。すいません。私でテレビで見たのは何年か前のワイドスクランブルだったっていう番組だったと思いますって。あ、そうですね。ああ、美人ですね。これ違うらしいです。ごめんなさい。この美人っていうのはこの人に似てるっていうことですね。ごめんなさい。これもね、ちょっと重くもフェイクになるといけませんので、お詫びして訂正いたします。これね、生放送だと消せないんですよ。これ後でね、また YouTube だと編集ができないんですよ。これね。なんかいろいろ考えます。どっかいい方法ですね。最近世の中めちゃくちゃコロナに旭川の事件に不倫運動、不倫議員、もう勘弁してよということでしょう。ね、眞子さんの件もあったねということで、山を離婚してた、離婚してましたね。なんか前の旦那さんはそんなにね、まあ普通の人でしたけども、もう離婚してましてね、人としてダメ、母笑えるっていうことですね。もうね、次に当選するのかな、もう9月にやばいんじゃないですか、もうこれ。ねえ、まあそんなね、お風呂汚れる、うん、本当に、ろくな人じゃない、なんでこんな人が議員に二人でなるんだろうっていうことですね。うん、あ、インスタで9時間前の投稿あるけど、本当にこの人かなということで、ああ、ひどい話ですね。ちょっとわかんないんですよ、これね。申し訳ありませんね。もうちょっと、それがわからないので。今日はちょっとすいません。うん、そういうことがあったの、バタバタしてしまいました。ごめんなさい。ねえ、まあこれもちょっと、どうやってちょっと修正するかもちょっと考えます。修正できないんですよね、これが。申し訳ないですけど。というところでね、57分ぐらい。話しました。ありがとうございます。すべてのね、ちょっとコメントが読めなくなってしまってごめんなさい。申し訳ありませんでした。もうちょっとね、今日は、ちょっと、もうちょっと調べが僕は良くなかった。ごめんなさい。もうこれね、お詫びして訂正しますんで、あとなんとかね、これのところをもう作り直したりとか、YouTube 上で編集がね、できないところがあるんですよ。で、それをちょっと、頑張ってやって、てみます。うん。というところでね、すいません。いろいろ本当にね、あ、ありがとうございますね。JJ さんね、子供さんが一番被害者です。かわいそうですね。JJ さん、昼間弾き語り見ました。とてもお上手ですね。でもほとんどおしゃべりでした。そうそう。長いでしょ、僕の場合ね。もう申し訳ありません。もう、ね、歌ネタがないもんですから。大体もう、ほとんどが話です。1時間に今日何曲歌ったの？今4曲目だよとか言って、やっぱりいつも通りねとか言って言われてますんで、最近ちょっとまだ歌ってないんですけど、またやります。あ、一応ね、昔はね、仕事で歌ってたんですよ、僕も。うん。というところで、まあ、いろんな友達なんかもね、いたりとか、まあ、成功した人もいますよ、なんかね。一緒に昔ね、昭和っていうライブハウスでやってたんですけど、そこの、人はですね、今、プロデューサーになっちゃって、彩香って言いましたね、三日月歌って、彩香？それとかね、なんか、何十人もこう、ちょっと有名人出してますよ、彩香とかね。もうなんかなんとかって、なんかいましたよ、まあ、べっぴんさんが今ね、ちょっと、普通の女の子に戻りたいとか言って、まあ、いろんな人がいまして、それを、まあ、成功してます。成功して、いろんな学校も今ね、やってますけど、ちょっと病気したのかな、まあ、そういうやつとかですね。まあそういう世界でもあって、僕は売れてませんけど、まあそんな感じですね。というところでね、皆さんちょっと今日はバタバタしちゃいまして申し訳ありませんでした。ちょっとね、画像が違う人が出ちゃったもんですから、これもなんとかね、修正できるかなというところで、ちょっとやり直してみますということでね。ありがとうございました。ちょっとね、今日は申し訳なかったということで、皆さん、あとコメントはですね、まあ、時間かけて私は暇な時、でも読めますんでありがとうございますね。ちょっと皆さんのコメントも読めなくて、ちょっと読むことができませんでしたが、本当お許しくださいということで、この連休ね、また明日からなんかもし近くで旅行でも行かれる方がいたら、楽しんでください。ということで皆さん最後まで見ていただいてありがとうございました。さようなら。